トリアブナの典型的な建築時計東京と時計塔のある町の様子。トリアブナは、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。ガブロボ州に属する。ガブロボに近く、バルカン山脈の北側の斜面に位置し、トリアブナ川渓谷の中にある。織物産業と、ブルガリア民族復興時代の典型的な建築で、知られ、140の文化的遺産。 博物館、展示施設がある。トリャブナは、ブルガリアの作家ペンチョスラベイコフや、革命家のアンゲル・カンチェフの出身地である。村は、ドラケア時代の初期に初めて築かれた。しかしながら、知られている限り、その存在を記した最古の文書は12世紀のもので、ある。オスマン帝国支配時代、地元の住民らは賛同を守り、その見返りに特権を与えられていた。 町にはブルガリア人のみが住んでおり、トルコ人は入ることができなかった。ブルガリア民族復興時代には町では工芸が大きく発達した。家々はそれぞれ独自のデザインで建築されていた。地上階は特殊な形をしており、工芸職人と工益商人が居住した。上階は木製の張り出し窓を持っており、屋根は成形された石によって覆われている。 1814年に建てられた時計塔のある外区は見どころの一つである。その他の見どころとしては時計塔の付近に川をまたぐ橋、キブギレニアトがある。ブルガリアで最古の世俗的な学校の一つがこの地区に建てられた。トリアブナのその他の見どころとしては町の中心にある天使主、ミハイル聖堂があり、12世紀に 東ローマ帝国皇帝イサキオス2世アンゲロスを第二次ブルガリア帝国のツァールイバンアセン1世が打ち破った後に建てられたものである。木彫りのイコノスタシス都市教の座は当時のトリアブナの木工技術の代表作である。学校の隣には民族史学的コレクションが収蔵されたライコフ帝がある。ライコフ帝はブルガリアの科学者ペンチョニコロフ・ライコフの出生の地である。 この近くにはアンゲル・カンチェフ邸宅博物館もある。アンゲル・カンチェフはバシル・レフスキの共闘者であった。トリャブナで最も人が訪れる博物館の一つに1808年に建てられたダスカルフ邸がある。この博物館には有名な木彫りの太陽が収蔵されている。この家は木工製品とイコンの博物館になっている。その天井は二人の木工職人。 ディミタル・オシャネツァとイヴァン・ボチコベツァによって手がけられた。二人は六ヶ月かけて、互いの仕事状況を全く見ることのできない中、この家の二つの広い部屋の装飾をそれぞれ完成させた。ペトコとペンチョ・クラベイコフ邸宅博物館は、町の旧市街にあり、二人の作家による詩の作品が展示されている。息子のペンチョは、ノーベル賞候補と言われたが、賞を受ける前に死去した。 カリンチェフ帝も旧市街に位置し、画廊に改装された。とてよくベンスキによって寄贈された絵画が展示されている。イコンと木工製品の博物館には160を超えるオリジナルのイコンが収められている。アジアアフリカ芸術博物館はかつての公衆浴場を改修して作られている。トリアブナは多くの木工品、イコン、独自の建築を持った街である。 今日、町は観光地となり、現代的なホテルや民宿、レストラン、食べるのなどがある。また、良質の光線のあるボネシュタボダは町から 20km のところにある。町は、ブルガリア全土からの鉄道、道路アクセスの良さに恵まれている。トリアブナ基礎自治体には、その中心であるトリアブナをはじめ、以下の町村が存在している。ありがとうございます。